ポケットミラー、前回の続きをプレイしていきましょう。さて、サーカスの途中からですね。リセット。リセットどこ？全員こう、救ってやりたくなるよな。ZZZ。やばいやばい。来てる来てる来てる。来てる。子供が遊ぶかのように来てる。おお、あ、トマト祭りだ。こいつは何なんだ結局、あの、何も言ってくれんしな。三連シンバルだ。ジェットストリームシンバル。これでも俺サイドから見えてないだけで、この子サイドから見えるよな。これは何？魂はその純真な心にさまよう。志はひたすらに大きくとも、人はそれを、下げすみ、うつろな噂話で、やがて嘆きと憤りとなって、少女へ手を差し伸べるだろう。なるほどね。あ、回収してた。回収してもいけんのこれ。炎のようにたぎるその思いは、快楽を求める欲望を背に、時に洪水のように溢れ出し、荒々しく人の心を染める。怒りだろうな。これは何？赤いガラス片。少女が真っ白い花のベッドの上に横たわっている。深い眠りに身を任せ、ピクリとも動かない。リゼット。ユリじゃないよな、あの花の形状的に。バラかな？回収しとこう。航路のない海をさまようように、最後の希望の一滴にすがるように、体はそれでも無慈悲に引き裂かれ、最後にはただ、形だけしか残らない。悲しみ系か、悲哀か。ま、どれでも、あれなんだろうな。やり直しは効くんだろうな。やれるとすれば、赤いのを、俺、使う。え？ひら、え？右向きに置いてみる。左はだって、あ、これで交差させるんじゃない？で、青。使う。左向き。お、紫の。ここであれか？ミラーか。まだ拾わないでおこう。さっきはすぐ拾ったのに。少女の涙が白い頬にこぼれ落ち、狂気は仲間を傷つけた。黒き情熱に疲れ、心は悲しき悪意に包まれていた。待って待って待って。ケルベロスの犬。どういう話なんだ。見て、誰か来てみたよ、リゼット。
何がそんなに怖いの？ねえ。リセット。こっちの方のこと？そうよね。リセット、もう。とぼけちゃって、自分が何をしたか分かってるでしょ？リセット聞いて。リセット、私、あなたを助け。うるさい。あんたが来なさい。あんたは本当はずっとこうしたかったんでしょ？何も恥ずかしがることなんてないじゃない。かわいそうなリゼットちゃんがどうなったか、みんなわかってるんだから、そうでしょ？違う、リゼット、私は。またあなたの悪い癖が出たわね。の神。どうしたの、リゼット？鏡を。ダメ、それはできない。この子、鏡が欲しいみたいよ。あげられない。じゃあ何をくれるっていうの？かわいそうなリジェットちゃんは、何にももらえなかったのよ。ねえ。私の鏡。あら？で、答えはもうわかってるわよね。鏡。リセットダメ。ほら、こんなにお腹を空かせてる。何食ってんの今。あんた美味しそうなもの持ってるでしょ。鏡。早く食べさせてあげたいんだけど。リセット、早く渡せよ。鏡じゃないだろ。食えないよ。俺飴持ってんだけど。これ。これしかないよね。これは？私、あなたを傷つけるんじゃなくて助けたい。私を助ける？そう、リゼット。リゼット？いなくなったな。とりあえず左手方で進んでいく？めっちゃ暗いんだけど。あー、ループだな、これ。同じ方向にずーっと進んでみるか。これ何回かやるといいんだっけな。なんとなくふんわり覚えてんだけどな。あ、扉変わった。 Welcome。 ようこそ日本へ。リゼット、リゼット、リゼット、私の声聞こえてる？やばいやばい。何これ？なんかすごいいっぱいある。なんだろう？リゼット待って、翻訳あると思って全然読まなかったけど。なんて書いてあったんだ。リゼット待って、これは一体夢日記みたいになっとる。運命の夜、私は全てを手に入れ、そして全てを失った。全てを手に入れ、全てを失った。私が犠牲になれば、あなたには害はない。そう信じています。私は悪魔と契約を結び、一番大切なものを差し出してしまった。そしてあなたの行く末を縛ってしまった。
まあどうか愚かな親だと、さやせんで私が差し出してしまったものを。リゼット。待って。なんかよく引きずり込まれるな。暗い森の奥で、私はあなたの名前を探し差し出した。私は幸せになりたかった。私はあなたの許しを請うことしかできない。そして願いを。決して手放してはいけないわ。いいわね。ミッドナイトサーカス。またサーカスに戻ってきたみたいな感じなのかな。走れないな。ミッドナイトサーカス。馬の首ないけど左側。めっちゃリゼット見てるし、こっち。サーカス？見てあの子よ、卑怯者のあの子。まあずずずしい。一体何が？うわ。当てないだけ温情だよな、もう。やめて。やあやあ、心躍る見せ物だろ。またあなたなの？その通り。しかしその正体は果たして。もっとお静かに。まったく礼儀のなっていないお客様だ。ともかくおめでとう。バーボーン。君は本当に鈍いね。おめでとうってお前の方にそのクラッカーみたいなやつが来るのおかしくない？貸していただいたものをやっと返してくれるんだろう。さっきから何のこと？もう待ちくたびてるんだけどな。わかんないかな。でもどうやら君はまだわかっていないようだ。わからない、全然わからない。真相は明らかなんだ。もう否定したって無駄なんだよ。あとは君の中に潜む悪魔に任せるとしようか。それではショーの始まりだ。あのステッキいいな。ライブ 2D のセットみたいになってるな。
あんた、ここで何を？リゼと私。これはこれは感動の再会だね。出て行け。どうやらお怒りのよ。早っ。また会えてよかったよ、リゼット。リゼット？聞いて。あんたここで何を？私は、あなたを探していたの。私を探してた、ですって。リゼット、そう、だから私、リゼット、リゼット、リゼット。いつも全部悪いのは私、そう言いたいんでしょ？そうじゃない。じゃあ何だっていうのねえ。リゼットのホラーショーを楽しんで、今度は何をお望み？違う、そうじゃない。リゼット、私、あなたの同情なんかいらない。違う、同情じゃない。あんたなんかいらない。あんたの鏡なんてもうどうでもいいわ。リゼット。あんたごと壊してやる。いや、リゼットやめて。受け入れよう。リゼット。私あなたを傷つけようとなんて思ったことないよ。リゼットごめんね。リゼット。リゼットどこ？とりあえず先へ進んでいこうか。舞台裏。セーブがあるね。一旦ここで区切るか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。